皆さんこんにちは、ペソでございます。ファイアーエンブレム紋章など続きやっていきましょう。はい、この盗賊をね待ってたんですよね。まあファイアーでいけるかな。あ、行きましたね。ヒットポイント、よし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 。しかもシルバーカード。もう一丁。オッケー。何をやっても10しか入らないんだね。はい、で、彼を仲間にしますか。話す。エルレーンさん。エルレーン、何をしておる。ウェンデル先生、戻ってこられたんですが。お前にはまだわしの心がわからんのか。お前は確かに魔導士としての力は優れておる。しかしお前には人を思いやる心がない。それゆえエクスカリバーを与えなかったのだ。人を思いやる心だが、時が来ればお前はお前をわしの後継者にしようと決めておった。それを逆恨みするとは何たること。それではあのガーネフと同じではないか。私を魔王ガーネフと同じと言われるんですか。先生、それはあんまりです。まあ聞け。ガーネフはミロア司祭とともにガトー様の最も優れた弟子であった。だがガトー様はガーネフの心の弱さを見抜き、オーラの魔導書とカダインをミロア司祭に委ねたのだ。嫉妬に狂ったガーネフはガトー様の元から闇のオーブを盗み出し、魔法を作り上げた。その結果、心を闇のオーブに囚われてしまったのじゃ。ガーネフとて元は正義感の強い立派な若者であったという。だが嫉妬や妬みが彼を破滅に導いた。エルレン、わかるか。先生、確かに私にも言葉が少なかったことは認めよう。だがお前にはもっと学ばねばならぬことがある。あまりに心が弱すぎるのじゃ。そのままではお前もガーネフの二の舞になってしまう。それでもよいのか。先生、申し訳ありません。私が間違っていました。どうかお許しください。エルレーンよ、お前の持つその力を人のために使うのだ。よいな。ということでお仲間になってくれますので、まあエルレーンさんはね、残念ながらちょっと二軍戦士になるんで、よいしょ。ではシスターをね片付けれるようになりましたね。よしよし、ヒットポイント上がった。これね、シスターがね一斉に逃げようとしちゃうんで、道を塞いでね、これんようにしとかないといけないんですけどね。まあ、2体は仕留めれるか。
よし、これで、次ね。で、ウェンデルさんはあえて攻撃しません。もうこの時のためだけの仲間なんでね。はい、で、あとはね、レベル上げさせたいメンバー、あ、そうだ、マリコさんね、クラスチェンジさせちゃおう。はい、うん、どうせ逃げられないからね。そうそう、詰まって終わり。かぶらないとね。はい、1万ゴールド。まあこれはね、ちょうどジュリアンさんのレベル上げにちょうどいいんでね。ウォッチの杖、あれ？誰か、あれ持ってなかったっけ？司祭の指輪。あ、違うわ、輸送隊だ。あれ、ないか。ああ、オブマさんだ。うん、これでいけるね。もう、そこでクラスチェンジしちゃいましょう。ヒットポイント上がってくれたら嬉しいんだけどね。上がんないね。うん、まあ棒4か。まあ制圧はいつでもできるから。はい、ジュリアンさんね。まあちょっとあとはジュリアンさんに経験値稼がせるだけなので。あの賞ちょっと渡しときましょう。はい、マリックさん応援ね。ちょっと一
単でもね、稼ぎときたいんで。シスターはやっぱり。はい、それでは制圧いきましょう。マルスよ、わしがわかるか。あ、ガト様。はい、わかります。魔導の力で話せれているのですね。そうだ、そなたはわしを呼んでいたな。力を借りたいと。何が望みなのだ。ガト様、教えていただきたいのです。なぜハーディンは急に変わってしまったのでしょう。それに奴を守っている力とは何なのです。うむ、闇のオーブじゃ。ハーディンは闇のオーブに守られておる。闇のオーブ、それは一体何なんです。うむ、そなたにも話しておかねばならぬな。この世界には不思議な力を秘めた5つの聖なるオーブが存在する。そなたの知っている光と星と大地のオーブの他に、命のオーブと呼ばれるもの、そして闇のオーブがある。闇のオーブは光のオーブと対をなす聖玉で、聖玉、まあ これオーブと呼んでますよね。精神エネルギーを高める力がある。所持する者に勇気を与え、苦しみから解き放ち、野心や欲望を増幅させる。また戦いにおいては相手の精神をコントロールして動けなくする力もある。だが闇のオーブは人間には扱えぬ、強力すぎて危険なのだ。人間の怒りや嘆き、妬み、嫉妬などに反応してその感情を増幅し、最後には人格を破壊して悪魔にする。ハーディンはどこかで闇のオーブを手に入れた。そして心を闇に奪われたのじゃ。まさかそんな、一体どうして。それに彼はそんな弱い男ではないはずです。愛していたニーナ様と結ばれ幸せだったはず。妬みや嫉妬なんて、王子よ、人間とはそう簡単なものではあるまい。いずれにしてもハーディンに闇のオーブがある限り、そなたに勝ち目はない。闇のオーブに打ち勝てるのは光のオーブだけじゃ。もし奴を何とかしたくば、わしの元まで取りに来い。え、ガト様、本当ですか。光のオーブがあればハーディンを救えると。ふん、あいつの心が完全に支配されてなければ何とかなるやもしれぬな。だがそれはハーディンがそなたの言うような強い心を持った男であればの話だが。ガト様、お願いです。光のオーブを僕にお貸しください。うむ、だが一つ条件がある。そなた自らがわしのいるこの漂流神殿まで取りに来れば光のオーブは預けてやろう。だがそれは容易なことではないぞ。人間でここまで来れたのは今までわずかに一人だけ、そう、勇者アンリだけなのだ。もしそなたがアンリと同じく真の勇者なら、このオーブを預けてもよかろう。どうじゃマルスよ、そなたにアンリが進んだ道を試す勇気があるかな。はい、行きます。行かせてください。僕にはどうしても光のオーブが必要なのです。ならばまずそこから北へ進み、マモートードの砂漠を越えるのだ。そしてテーベイの塔を目指されよ。そこに迎えのものを待たせておく。はい、わかりました。必ず参ります。ほう、そういうシナリオ展開になるんですね。ということで、この章はここで終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。それではさよなら。